クマを、はい、クマを飼ってまして、マジでお見せできないぐらいの肌の治安なので、ちょっと隠せるところは隠してやっております。すいません本当に。はい、そして今日はですね、なぜショールーム配信をしているのかと言いますと、コメントトークって読めます。あ、心斎橋ぐらいの治安ですね。ちょうどそれぐらい、全然見れるけど、全然、あ、別に見てもいい人は見てもいいよって感じの治安なんですけど、個人的にあ、ちょっと気になるなっていう治安です。はい、そう、今日は川上ストレートで行こうと思いまして、そう、お話し会の7月分の受付が明日の12時までになってます。お昼ので、あと何部やっけ、3、4、5部と、ちょっと詳しいことは忘れちゃった。宣伝会って付き合ってください。あ、そう、5部、まああとね、5部残ってるんです。7月24日と8月8日、合わせて5部残ってて、で全完売を目指してるので、来てくださいっていうお願いの配信です。あ、24日の3、4、5部と8月8日の2部、3部、ぜひ来てください。お願いします。本当に皆さんに会いたすぎて、このちょうど歯の刃が当たるぐらいの位置に口内炎ができました。会いたすぎて。ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。うん、この前ね、前回の受付の時にこうストレートに、なんていうの、ストレートに気持ちを、来てくださいお願いしますって伝えたら、7部も完売が増えて、その皆さんの温かさというか、それを感じたので、またその温かさに甘えて今日も川上ストレートやってまいりました。見せてみ、見せたらやばい、マジで。ここです。ここに口内炎ができました。で、ここも治安悪いし、ちょっと早めに寝る練習をしたいなと思います。いや、逆に寝すぎなのかもしれないしっていう感じなんですけど、なんかね、最近寝すぎなんですよ。リハが今ね、ここにだって天使はいる公演に向けてリハをもう詰め詰めでしてるんですけど、そのリハが終わって家に帰ってきて、で寝る前に、お風呂入る前に、ご飯食べる前に、絶対一回寝ないと一日持たなくて、で結局その前に寝ちゃうから、なんていうの、お風呂入って寝る準備できた、あ、寝ましょうってなったら3時ぐらいまで起きちゃうのよね。それが原因かな、寝すぎで寝れない、逆に寝不足ですね。そう、テロップ、お話し会来てください。はい、リズム狂ってますね。いや、本当に見にくい顔してこんな感じです。あ、で、
この前ね、ちょっとお話返してください。でこの前今ね受付中なんで、私のインスタグラムのストーリーとかツイッターの固定ツイートを見ていただいたら、その URL とか貼ってあるので、ぜひ行ってあげてもいいよって方は、全然お来てあげたよっていうノリで来てくれたら嬉しいなと思います。来てください、お願いします。あと5部で完売なので、ぜひ来てくださいはい、そしてこの前トラコデーがありまして、まあ、結果ね、阪神対どこだったっけ、 DeNA ベイスターズとの対戦でトラコデーだったんですけど、結果はね負け方だった。もうめちゃめちゃホームラン打たれて、えこんなに打たれるっていうぐらい打たれたんですけど、まあ、結果負け方だったのにもかかわらず、すごく楽しんだイベントになりましたいや本当に、あでも本当に楽しくて、すごい貴重な経験をさせていただきました。トークイベントという形で、MC の方と一緒にトークを繰り広げたんですけど、私一人じゃできなかったトークとかたくさん引き出していただいて、本当にありがたい、ありがたくて楽しい一日になりました。でプラスマジで、あめちゃめちゃ嬉しいと思ったのが、じゃじゃーん、いただいちゃいました言っていいんかな、なんかねめっちゃ欲しいと思ってたんですよ。で T シャツマジで個人的に買おうか迷ってショップ見に行ったら、長蛇の列ができてて、トラコでね、いや長蛇マジで5列6列ぐらいできてて、いやこんなん並ばれへんわと思って諦めてたんですよで今開けますね、ちょっとうるさくてごめんなさい。でいただいたタオルが、あタオルってちょっといただいたのがこちら、じゃじゃーん、タオルめちゃめちゃ可愛くない、トラコのタオル、そうじゃーん、なんかね自分で言うのもないけど、若干これ私似てるなみたいな思いつつ、トラコデーのタオルをいただきました。めちゃめちゃ可愛い、これはマジで老若男女絶賛するタオルマジでね勝手に自分に似てるななんて思いつつ、でも女子の憧れの顔ですよね。いやそんなやったら自分褒めてるみたいからやめとこう。でも本当にトラコデンのグッズが欲しかったので、すごく嬉しかったので、またインスタとかでね紹介したいなと思ってます。そういや口が滑った。いやそんなことない、そんなことないんですけど、まあ言霊っていうのはありますからね、これからそうなっていこうよっていう話ですよね。女子の憧れになっていこうよっていう10メートルぐらいから見たら似てます、ありがとう。そうみんな今褒めてくれた皆さん、ぜひお話し会来てくださいそしてこれはね女子の皆さんにおすすめしたいものなんですけど、じゃじゃん、見えへんな じゃじゃーん、見える、わかる、ここに阪神の何、阪神のやつが彫ってあるブレスレットかな。でこの貝殻みたいなのがハートになってて、夏っぽくてすごく普段使いもできそうな、しかも私黄色担当なんですよ、ダンサブルっていうユニットで。でブレスレットもらいました。もうマジでつけようと思って、
そう、ロゴ入りなんですよ。これはね、マジで、まあ下手しい男の人もつけれちゃうっていう。ハートとかね、全然僕大丈夫です、俺ハート余裕っすみたいな人は全然つけても、このね、何もないチャームなんで、なんか全然男女ともにつけれるなっていう印象はあります。お揃いでつけても可愛いかもね。ハートで有名なんでつけますで、もう一つブレスレットいただいて、じゃじゃーん、琉球ガラスのやつ、ここもタイガースのやつがついてて、これはここにね、なんかピンクのあれがある、琉球ガラスとのコラボレーションですね。これね、琉球ガラスのお皿とかね売ってるんですよ、阪神タイガースって。それもめちゃめちゃ可愛くて、あ、絶対なんか欲しいと思ってたんですよ、琉球ガラスの。なんかめっちゃ可愛いですそう、めちゃめちゃ可愛いから、ぜひ皆さんもつけてみてほしい、気が向いたら。なんか阪神タイガースの方もめちゃめちゃタイガースのを紹介してるっていうのを知ってくださってて、見てますって言ってくださって、うわ、これからも絶対紹介していこうと思って、なんか私も喜んでくださってるかなと思って嬉しくなりました。で、続いてこれはね、ブレスレットと同じデザインのピアス。私ね、ピアスをつけれないので勝手にイヤリングに改造してやろうと思ってます勝手にね、イヤリングに改造してやろうと思ってますし、その配信をいつかしようかなと思ってますイヤリング改造配信っていう風にね。そうそう、ピアスを、まあピアスいつか開けたいけど痛そうですもんね。みんなピアス開いてますか？ピアス開いてないの。だから公演中とかイヤリングとピアスの人分かれてるんですけど、圧倒的にピアスの方が有利。有利とか言ったらおかしいけど、なんて言うんですか、外れないじゃないですか。まあ、引きちぎれそうな感じがして、あーってなるんですけど、そう、痛くないよーってみんな言ってるんで、羨ましいなーと思ってます。そうで、ラストね、マジで可愛いんですよ。これマジでお話し会の時に全部つけちゃおう。24日、そう、ちょうど24日が野球観戦デートの日なんですよ。まあ皆さんね、いろんな球団とか、もしくは野球好きじゃないって方もいらっしゃると思うんですけど、まあどの球団のユニフォームでもいいですし、むしろなんか俺部活こんなんしてんねみたいなのでもいいですし、好きなスポーツのユニフォームを着てきてくださったらすごく嬉しいなと思うんですけど、私は阪神タイガースのコーデをすると決めています。じゃん、可愛くね、キラキラ、可愛すぎね。そうそう、これがね、阪神のピン、ヘアピンですね。つけちゃおうつけちゃう。全部の部で多分何かしらつけてると思うので、うわ、この前ショールームで言ってたやつやんって気軽に遊びに来てくれたら嬉しいです。そう、その7月のね24日が一番部が残ってるんですよ、まだ。なのでぜひ来てください。私全完売したいんです、本当に。わがまま承知の上で、大わがまま娘って呼んでくださってもいいので、ぜひ来てください。
お願いします。ちょっと袋に入らへんやないかい。ちょっとヘアピン袋に入れんの難しいのよ。おお入った、よし完璧です。綺麗に綺麗に直しましょう。はい、ぜひ皆さん来てください、お願いします。今ね、まあタオルも持っていきますわ持ち物が多くなっちゃった嬉しい持ち物の多さ。そして私が年間購入してる、ダダン、月刊タイガース、今年は、いや今月はスアレス選手が表紙です。こうやってね、ちょっとチラッと見せちゃいますけど、こういう商品も販売しております。これねマジでなんか、ああこんなこと考えてるんやって、選手の考えもわかるし、めちゃめちゃいいんですよ。ダダン読みますよ。こう皆さんからのね、ファンの方が描く選手のイラストとかもたまにね、めっちゃおもろいのがあったりとか、写真で一言っていう大喜利大会をしてるんですけど、毎月めちゃめちゃ面白いです。ギャグ戦高いでね、この最後らへんにグッズとかが販売されてるんですけど、欲しくなるんですよね。いやこれ絶対普段使いできるやんとかさ、あるじゃないですか。これ球場行くとき持って行こうとか欲しくなるよね。いいねし選手、野球自体がいまいち、いや野球じゃなくてもいいですよ本当に。サッカーとかでもバスケでも水泳でも機械体操でも、僕はこれが好き、私はこれが好きっていうのを、なんかこのその面白さとかを教えてもらいたい。24日ぜひ来てください、お願いします。あ、24日阪神の日ですよね。黄色ドレスコード黄色、いやそれは違うかった気がするな、それは違う日だった気がします。それはもう完売したのかな。皆さんのおかげで完売してありがとうございます。あ、阪神の日は完売したのね。黄色の日ね、黄色の日か。いや阪神も黄色やから、まあ実質阪神でもいいんですけど、黄色の日ね、めちゃめちゃ間違えてたやん。黄色の日はノースリーブを珍しく着ますムキムキかも。でもムキムキの女子好きですか。ムキムキじゃない方が可愛いよね。でもちょっと、でもね上半身は見えるのでお話し会って、ノースリーブだといつもと変わっていいよねと思って着るんですいやムキムキっていうほどムキムキじゃないと思うんですけど、まあでも個人的には引き締まってるっていうの、多分そのライブとかの期間なので、今ね現在動くことが普段よりも多いということで、若干シュッとはしてます。なのでノースリーブも OK っていう感じで着ようとしてますうん、マジで口内炎やめてほしい。いややば
リハは順調です順調ですし、皆さんにね7月もまた嬉しい報告ができるんじゃないかなと思っております。多分、まあ、7月はもう本当にコント学園もございますし、ちょっと待ってね、スケジュール帳に書いてあるの、私のスケジュール帳、おといたちそう、 YTV のおかわりコント学園っていうのが7月12日関西ローカルなんですけど、24時54分からございます。ぜひね、あの桃音も出演させていただいてて、あのロングコートダディさんと日本の社長さんと、あとなにわスワンキーズの方と一緒に収録をさせていただきましたそう、あの放送後はね、あの TVer とか YTV 毎度毎度っていうのかな、であの見逃し配信もあるので、ぜひ関東の方もそれを見れると思うので見てくださいよろしくお願いします。また告知しますね。そう、でもここ店の公演の次の日なので、チヒーデーが続くなと思ってますし、ウィンクの公演もね13、15にありまして、それはもう発表されてるんですけど、どちらもね、うん、生誕祭ですよね発表されてるよね。発表されてなかったらその聞き逃してほしいです今の。そうそうそう、あ、発表されてるよね。そう、ぜひね、うん、見てほしいですね。なんかさ、この前あのサイキック学園っていう舞台をね5月にさせていただいたんですけど、5月なんですよ。5月の3日から本格的に稽古始まって、もう2ヶ月ぐらい経つやんと思って、え、怖いってなってます。え、そんな経ったって、濃すぎひん？なんか上半期振り返ろうよ、時間あるよな。発送通知来ました。あ、そうみたいですね。台本とか、台本とかね、早いよね。いや、なんかさ、学生の時とかはさ、こう授業行って、でまた次の日も授業行ってって同じことの繰り返しやったからさ、まあいろんな考えとか思うことはさ日々違かったけど、なんか大人になってから、え、なんか早っってなってる今年取るごとに早くなっていきますね、年々。なんかどうなるんやろうな、もうちょっと大人になったら。びっくりよね、年々早くなる。いや、やば、ここ卒業してからの時間の早さえぐいね。そうですよね、そうなんですよ、大人あるあるいやーマジで、うん。で、上半期振り返っていきます。1月1日は新春公演がありましたね、毎年恒例で。お年玉生配信で、N チーム N というか現チームが解体することになって、今のみんながくじで一人ずつ引いていった ABCDEF に分かれたチームになりました。で、
みんなで考えた名前がウィンクでしたと、そういう感じですね。うん、いやいや、まだ今年ってなった。去年の気持ちでしたね。去年ウィンクになったっていう気持ちでした。そうで、まあ次の日とかはね、初詣行ったり、うん、いろいろ行きましたね。で BLT グラフの撮影が、まあ新春公演を抜いたら仕事染め、仕事始めでしたね。ちょっと大人っぽい色気ある撮影をしていただきました。うん、いや驚いたよ、頭抱えたよね。いやチーム N のキャプテンでしたから、うわまだまだやりたいことあったのにっていう気持ちでしたね。そうそうそう。でまあダンサブルの撮影とかもして、オンラインお話し会はね生誕ティーでしたりとか、あと牛の格好をしてしたりとかしましたね。で1月についに枚方パークさんとの撮影をしたりとか、あとまあ1月20日ですね、 N プライド公演の千秋楽がありました。にも去年ですね、1月20日はそう N プライド公演の千秋楽でしたね。いやー懐かしいな。それでフラッシュの撮影もありましたね。ウィンクになってフラッシュの撮影で、なんかあのいいねとかリツイート数を競ったり、記事のプレビューっていうのビュー数を競って、で3位に輝きました。で裏表紙をさせていただいた記憶があります。嬉しかった。うん、嬉しかったですね。で2月になりまして、4日はウィンクの初日、ナンバトル公演の初日でしたね。めちゃめちゃ緊張しました。でもなんか絶対に1位になりたいっていうか、1位になる未来しか見えてなくて、その1位を取った時はふーってなりました。すいません、自信満々で。裏表紙嬉しかったな。そうでも裏表紙が発売されたのがいつでしょう、あ3月30ですね。裏表紙が発売されたのが3月30で、3月31に甲子園グルメ大使のサイトが公開されましたね。そうで3月26は光に当たるのは暗闇怪盗 L というまた YTB さんですね。たくさんお世話になっております。 YTB さんのあの放送があって、それで優勝したりとかしましたね。そうね、まあでも2月はそんな感じ、3月の方が濃いかな。3月濃いですね。うん、濃すぎるな。光に当たるのの是非ほんまに良かった。ありがとうございます、嬉しい。そう3月3日はアーヤンの卒業コンサートだったりね。あそうでも3月2日に甲子園グルメ大使就任が発表されて、そうで、うん、そんな感じかな、そんな感じですね。
で3月13日にウィンクのお礼公演がありました。あ、縄跳び決勝も3月2日やん。いや、あ、そうや、いや同じ日やんとか思ってた記憶がありますねはい、そんな感じでした。うん、なんかあったか？か。あ、で3月25日は皆さんからいただいたプレゼント、麻雀アプリのロケ、グルメロケ、 NB48 の東京日帰りグルメロケをの放送がありました。東京 MX でね、はい、こうあのそうそうそう放送されましたね。いや濃いな、さすがになんか濃いですね。あ、で3月5日 ABC テレビのレポ神様のね、いや3月5日じゃないな、ちょっと分かんなくなっちゃいました。レポ神様いつ放送やった？めっちゃ濃くない？まだ時間いけるよな、めっちゃ濃いないやめっちゃ濃いですね。え、いつ放送やった？レポ神様、あ、書いてないわ。懐かしいよね。いや濃いよ本当に。3月はね、まあ、そんな感じでしたね。で4月1日エイプリルフールにあのサイキック学園青春超能力バトルの舞台出演決定がサプライズで発表されました。いやびっくりしましたね、すごくびっくりしましたいや嬉しかったです。いやようやくさあ舞台出れるんやと思って嬉しかったです。あ、4月9日にレポ神様の放送日でしたね。 ABC テレビありがとうございます。はい、で4月15は弟の誕生日でもあり、あの夕方 NMB48 のロングコートダディさんの初めての回に出演させていただきました。楽しかったですね、はいすごく楽しかった。で4月19日はウィンクの、大阪魂捨てたらあかん公演の初日で、でそこでしだれ柳のね選抜発表がされました。濃い、濃すぎる、いやびっくりよ、濃すぎて本当に濃すぎますよ。で4月21日は個人的にね思い入れがあるサイキック学園のビジュアル撮影が行われまして、で4月23日はしだれ柳のジャケット撮影、24日は振り入れ、25日は MV 撮影という感じでやらせていただいておりました。で4月30日はしだれ柳のテレビ初披露神音、あれ、あ、じゃあ4月30日じゃない、なあそれリハでしたね。4月30日、5月1日に神音のね出演をさせていただきましたいやー濃いね、ありがたいわ本当に、濃すぎて。うん、で5月3日からね怒涛の稽古期間が始まるわけでございます。で5月11から16が東京で公演舞台をさせていただいて、5月17日次の日にはウィンクの公演にステージに立っておりました。いやこれはさすがにあの体力が心配でしたね。あ、そうサイキック学園のね、そうそうそう濃いよね、いや濃
濃いなと思った方はぜひお話し会来てください。はい、で5月21から石川県に行きまして、で22、23と2日間4公演、佐伯学園石川公演をさせていただきまして、でそんな感じでしたね。はい、そんな感じでした。で5月30はファニーで台本のないコメディの生配信かな、ありましたね。懐かしい、それもめちゃめちゃ楽しかった本当に。で6月3日にねのおかわりコントの収録をさせていただいて、で6月5日は YouTube のマイプレイリストの収録をしました。で6月6日は人狼劇という新しい試みが YNN さんでされたんですけど、それに出演しましたね。で6月9日スケジュールにはねフグショールームって書いてるので、フグを皆さんにお披露目したショールームですね。見てくれた方いらっしゃいますかね。フグが届いたんです、皆さんからねいただいたフグが届きまして、そうすごく美味しくいただきました、ありがとうございます。フグね、そうそういただきました。で6月14はTBS さんの CDTV ライブ、カウントダウン TV のライブに生放送で出演させていただきまして、初めてサンリオピューロランドに行きました。サンリオピューロランドめちゃめちゃメルヘンでしたね。楽しい、なんかふわふわしちゃう、楽しかったですね。で6月16はしだれ柳の発売日ということで、6月15にフライングゲットしてくれた方もいるんじゃないでしょうか。フライングゲットしてくれた方ほとんどじゃない、ありがとうございます。フライングゲットしたよって方はぜひ私のお話し会来てください、よろしくお願いします。明日の12時まで受付してるので、ストレートに来てほしいということを伝えます。来てください、よろしくお願いします。治安よくしとくので肌の。はい、そうですね。で、6月19にですねスタッフさんにパソコンを初めて教えていただいて、編集を教えてもらったりとか、そっからねもうずっとお世話になって、6月29までそのスタッフさんに時間があれば、あ、教えていただいてもいいですかっていう感じで教えていただきまして、本当にご迷惑をおかけしたんですけど、また何かお返しできたらなと思ってます。いや、そのおかげででもねダンサブルの動画がその編集できたわけですから、29日に動画上がったので、ぜひダンサブルの YouTube チャンネル見てください。よろしくお願いします、で6月22は NHK の歌コンに出演させていただきました。たくさんしだれ柳を披露する機会があって嬉しいですね。編集はめちゃめちゃ褒めてくれてる、ありがとうございます。編集ねすっごいかかりました、時間がすごくかかりました、なので見てください。ぜひその感想とかもお話し会で聞きたいので、来てもらえたら嬉しいなと思います、よろしくお願いします。はい、で6月27はオンライン個別サイン会、一部ね朝早かったんですけど寝起きの方がいたりとか、
本当にお仕事中ですって方がいたりとか、いろんな方がいました朝から賑やかですごい楽しかったです。そうでもね、やっぱサインを書いてるので普段のお話し会とはまたそのお話しできる頻度っていうのがなかったんですけど、できるだけその聖徳太子かなんかになった気分になりながら、そう楽しんでました楽しかった。またこういうのしたいですね。そうで、その日にね、そのサイン会の後にトラコデがありまして、それで、はい、いろいろみんなに頑張ってって言ってもらったりとか、そうそうそう、してもらいました。そう、聖徳太子なの。サインしながら話せるね。まあまあまあ、お手の物っていう感じで、すごいなと思った方は、いいねと高評価じゃないですけど、そのいいねと高評価の分をお話し会に来ていただけたら嬉しいなと思います。何でもお話し会につなげます、今日はすいません本当に。そして6月30日、眼科に行きました。そして皮膚科にも行きました。それで終了です、上半期。なんかさ、最後がそれやったらちょっとしょぼく感じちゃうよね。でも全然全然いやいや、あ、そう、口内炎ある方もお話し会にぜひ。いや一緒のとこで来てるやんとか、あ、あなたそこなん、そっちも絶対痛いよなとか、そういう会話をできたら嬉しいなと思いますぜひ来てください、よろしくお願いしますそう、あのね、6月24日はサイキック学園でも共演したミトちゃんっていう、雪見ミトちゃんっていう子にね、会って、初めてね、あの NMB48 ショップにサインを残しました。ぜひあの見に行ける方は見に行ってほしいなと思います初サイン、8年目9年目ぐらいにして初サインです。何年目なん私今。なんかさ、8年経ったっていうのは分かんないけど、8年目なのか9年目なのかが分かんなくて、9年目かな。みとちゃんは関東の子なん、いや関東じゃないよ、関西ですけど上京はしてると思います。9年目、9年目でした。ちょっと頭が弱くてすいません。 8周年過ぎたら9年。なるほどね、あ、やばいやん。じゃあ今年のさ11月、もう言ってる前やけどさ、11月でさ10年目になるってこと、やばくね。11月18日に4期生ってオーディション合格したんですよ。なので、あの10年目になるってこと。いやー、みんなまたあのその周年が近づいてきたら忘れないように言ってくださいよろしくお願いします。いや、小学校より長いやん、気がついたら。楽しいってことよね、それだけ。あ、そう、11月で4期生10周年、10年目になるよねって思う人はぜひお話し会に来てください本当に来てください、よろしくお願いします。こんな、もしかしたらまたここになんか貼ってるかもしれないんですけど、その全然肌の血は悪くていいよっていう方は、最低限その化粧はするんですけど、来てくれたらなって思います。いやでも大丈夫です。そう、ぜひね来てください、よろしくお願いします。3000人おるから完売、本当にあと5部で完全完売、全完売するのでぜひ来てほしいなと思います。お風呂上がりに今日は失礼いたしました。すっぴんも可愛いよって思った方は、まあすっぴんでもいいんちゃう
ってね、全然上から目線でもありがとうございますってなるので、そういう方もぜひお話し会来ていただけたら嬉しいなと思います。明日の12時まで、お昼12時までの受付となっておりますよろしくお願いします。はい、お風呂上がりでした。ということで一旦ランキング読みます。13位くにさん、12位しもりん、11位シュリンプさんちょっと待って、もう一回やるわ。13位くにさんさん、12位しもりんさん、11位シュリンプさん、10位ひんちゃんさん、9位スパークションエッチさん、8位じんちゃんさん、7位リンゴリンガリンゲストさん、6位ゆうゆうさん、5位きなこさん、4位ともりんさん、3位かんつきさん、2位まさあきさん、1位ふしまみずこなんて読むか分からん、ふし、ふくまみずし、全然ちゃうやないかいふくまみずしさん、ありがとうございました。1位ありがとうございます。皆さん早く直します、口内炎。チヒアバターどうやったらもらえる、え、どうやったらもらえるんやろ、何やったっけ、なんかギフト投げればランダムでもらえるんでしたっけ。何やったっけ、なんかランダムでもらえるみたいな聞きましたけど、俺もすっぴんでいいいつもすっぴんじゃなかったの、すっぴんでいいです、あ、俺も私もすっぴんでいい、すっぴんで参加してやるって思った人はぜひお話し会来てください、よろしくお願いします。あ、昨日で終わったんや、ありゃあ、こんなに直したら伺う、やだ来てよおやすみみんな、おやすみなさい。